届かない。
と言い間違えて訂正というか確認をしました。はい、私今日大阪から東京にやってきました。で、ウエストということで、アスタリスクウエストは言っていいか、まあいいか、アスタリスクイーストの派生みたいな、東京と大阪で2つグループあって活動させていただいてます。イエーイ。っていうちょっと紹介が早かったんやけど、自己紹介の方やっちゃいます。じゃあさっき東京から。はい、香港から来ました、ジョン・ヘイリンです。ヘイリンで呼んでください。せーの、ヘイリン。ありがとうございます。はい、大阪からやってきました、アスタリスクウエスト、白色担当水月真中です。よろしくお願いします。結構ノリいいね、東京の人。嬉しいぐらいにちゃんと泊まってくれた、地味に。東京の人にもいない。ほんまや、ほんまや。イーストなのに香港。香港なのに大阪。ここ誰の出身？あ、ごめん。ということでね、ちょっとこれやりたい、東京でまた。次の曲で最後の曲になります。すごい。ちょっと長かった、残念ながら次の曲で最後です。ということで、次の曲もどんどん盛り上がって聴いてください。よろしくお願いします。聴いてください、無色の色。
お願いします。はい。明日はね、私帰国前の最後のライブとなります。そうです。ペペリーね、香港帰っちゃうの。そう。すぐ帰ってくるんやけどね。で、そのラストライブ、ラストでもないね。明日ペペリー大阪、大阪じゃないの。大阪、渋谷です。渋谷。渋谷で。大阪行かない。渋谷ですよ、3人で。ペペリー。最後、箱果てなのライブしますね。皆さん、ぜひ遊びに来てください。お願いします。お願いします。でね、なんとその時に、私たち、全然喋らせてくれへんやん。それで、明日のライブの時に、アスタリスク、イーストとウエストの他のメンバーも、遊びにちゃおう。遊びに来た。ライブしに来ますんで、会いに来てください。そしてなんとこの後シュエゴ分班そこ後ろでねやらせていただくんで会いに来てください。はい、本日は私たちのステージご覧いただきありがとうございました。以上私たちアスタリスクでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。